今回は木活字のスペーシングについて実験していきたいと思います。はい、なにわかっぱい印刷所です。今回は木活字の組版のスペーシングについて実験をしていきたいと思います。ディアリーという、ね、言葉を選んでみました。これをもとに、ね、実験をしていきたいと思うんですけれども、活字というのは詰めて組むということができないので、基本的に文字と文字の間隔を広げることで全体のバランスをとっていくという考え方をします。まずこの L と Y の、ね、隙間を見ていただきたいんですけれども、割とこう懐が、ね、ゆったり見えてるかと思うんですけれども、それに比べて他の部分、少し窮屈な感じが、ね、するんじゃないかなと思います。これを実際に、ね、印刷するとどう見えるのかっていうのを、ね、やってみたいと思います。ちょっと印刷していきます。はい、印刷してきました。はい、こんな感じですね。活字で見ていた時の印象そのままですね。やはり L と Y の隙間が広くて他の部分が窮屈、少しアンバランスな感じという印象ですね。で、文字と文字の間隔を広げることによってバランスをとっていくんですけれども、インテルという部材を、ね、使って間隔を調整をしていきます。でインテルには金属でできたものと木でできたものがありまして、それぞれ厚みについて、ね、いくつかバリエーションがあります。で僕が普段使っているのはまずこの真鍮でできた薄いもの、次に少し厚くなったトタンって呼んでますけれども、ちょっと実際の素材が分かんないんですけどもね、トタン、それからさらに厚くなった鉛でできたもの、これは鋳造機で作るタイプになるんですけれども、次に木でできたものですね、さらに厚くなってます。こちらよりもさらに厚い木のインテル、もっと厚いインテル、このようにね、厚みにいろいろ種類があります。でもっと厚いファニチャーと呼ばれる部材もありまして、こういうものを組み合わせをして文字の間隔とそれから行の間隔を調整をしていって組版を仕上げていくという流れになります。じゃあこのリアリーをね、間隔を広げることによってバランスをね取ってみたいと思うんですが、今ざっくりとねインテルを差し込んで見てみたいと思います。初めに組んだねベタ組のものに比べるとバランスよく見えるようになってきたんじゃないかなというふうに思います。これを実際印刷するとどう見えるのかやってみたいと思います。はい、印刷してきました。上はね最初に組んだベタ組のものでこちらですね、これが今組んだものになります。比べてみていかがでしょうか。少しバランスよくね見えるようになってきたんじゃないかなというふうに思います。ただ少しこう間延びして見えるようなね、そういう印象あるかもわかりません。インテルを差し込んだ部分については薄いインテルに変えることによって詰めるということはできるんですけれども、L と Y については詰めることができないので、 L と Y の隙間を基準にバランスをとっていくことになりますから、おのずと限界があります。はじめに詰めることはできないと申したんですけれども、実は一つだけ、方法がありまして、木活字は木でできてますので削ることができます。削って組み合わせることによって詰めるという方法があります。ただ木活字は今となっては非常に貴重なもので年々入手が難しくなっていってますので、自分自身で削るという勇気がなくて、今まで削った経験はないです。なので、すでに削ってあるものの中から必要に応じて選んで組み合わせをして使うということをしています。ではこれ L と Y をね差し替えて見てみましょう。はい、でさっきインテルを入れた部分がね、逆に今度は広すぎて見えますので、この入れたインテルを抜いてみます。はい、抜きました。これでね随分コンパクトに、ギュッとね詰まった感じに組めました。ただよくよく見るとですね、この L と Y の間隔に比べて他の部分が少し窮屈に感じますので、こういう薄いインテルをね、使って少しだけ広げてあげるということで調整をしていきます。1枚で足りない場合は2枚3枚というような形でね、いろいろ組み合わせをして一番いいバランスになるように調整をしていくということになります。では実際にね印刷していきたいと思います。はい、吸ってみました。一番下が今吸ったものですね、3つ比べていかがでしょうか。随分コンパクトにね、すっきりと見えるようになったんじゃないかなと思います。ただ実際に使う際には、他の絵柄とか他の文字との兼ね合いもありますので、全体のバランスを見ながらどれが一番いいのかっていうことをね考えながら調整をしていきます。で今日はせっかくリアリーというね活字を選びましたので、記念に何かね印刷してみたいなと思って、さっき一つ活字をね拾ってきました。こちらです。インテルバングですね。
はい、簡単譜と疑問譜が一つの記号になったものなんですけれども、こちらを使って記念の1枚をね、刷ってみたいと思います。でインテロ番号については次の動画でね、もう少し詳しくお話をしたいなと思っています。ではちょっと記念の1枚刷ってきます。はい、刷ってきました。こちらになります。インテロ番号を加えたのと、それから E をね、あえてちょっと逆さまにしてみました。これは大阪弁でいうところのね、ほんまでっかというね、気持ちを込めたプリントにしてみました。はい、でこの記念の1枚なんですけれども、もし欲しいよという方がね、いらっしゃったらプレゼントしたいなと思います。概要欄にリンク入れときますのでね、そちらからお知らせください。数に限りがありますのでね、先着順とさせてください。今日はここまでとなります。もしこの動画が面白いと思われましたらね、チャンネル登録とグッドマークボタンよろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。